いらっしゃいませ。あ、さあ入んなさい。なんじゃ、どこへ行くのかと思ったら、リズさんのいるカフェリリッシュじゃないか。ゆうちゃんたちなの。あ、クエス。ありゃ、しずくもいたのか。珍しい顔合わせね。まあいいわ、二人とも奥の席に行くわよ。ああ、俺いつものね。私にはぬるい日本茶を頼む。ああ、はい。ここを張っていれば間違いないと思いましたが、あの女、猫とリンコが一緒なのも好都合なの。皆さんのいる前で今日こそは私が一番だと認めさせてみせます。まずは藁人形に仕込むユウちゃんの髪の毛を頂戴しなくては。萌え萌え入道頼んだなの。萌え萌えさん、この惚れ薬をユウトさんの紅茶に一滴垂らして。で、なんじゃリンコ、またを交えての話とは。キザ。まあ前々から思ってはいたことなんだけどね、あんたたちやっぱり一つ屋根の下で同居ってのはまずいと思うわけよ。そんなこと今更言われても。大丈夫だって、俺に限って変な間違いは絶対ないから。私はあった方が嬉しいのじゃがな。ほら、二人の意思が全然統一できてない。いくらユウトが大丈夫だって言っても、こんな盛りのついた猫と四六時中一緒じゃ危なくってしょうがないわ。動物が盛るのは種を保存するための本能じゃ、何が悪い。快楽目的だけで一年中盛っているのは数多いる動物の中で人間だけじゃろうが。私はそんな生物学的見地で話をしているんじゃないの。ちょっと胸がでかいからって偉そうに言うな。主こそだいぶ胸が劣っているからとそうひがむな。あっちー、な、何よ何よ、胸は大きさじゃないんだからね。大きさでなければなんじゃ、古来より大は小を兼ねるというがの。でかすぎたってまたこれだけでしょ。あっという間に話がそれてるんだけど。お話し中、ごめん、遊ばせ。あ、いって、クエス？今何かした？いいえ、ちょっと白髪がありましたもので抜いて差し上げただけですわ。白髪？はあ、この若さで白髪とは。はあ、俺、本当に苦労してるんだな。なんちゃ、これで無事ゆうちゃんの髪の毛をゲット。これを藁人形に仕込めば黒魔術の完成ですわ。よし、今なの。萌え萌え入道、猫がリンコと言い合っている間にゆうとに憑依しろなの。入ります。なんだろう、今度は突然妙な予感が。ちょっと待てリンコ、今何やら微弱なあやかしの気配が。ごまかすな。そもそも古代メソポタミア文明において占星術が発展したのは災害から身を守るためであって、巫女に胸の大きさなんてだーって聞いてんの。気のせいじゃな。お待たせしました。おいしいお紅茶をどうぞ。リズ、はて今の容器は主のものか。とにかくお茶でも飲んで一度落ち着こう。いただきます。あ、やりました、ユウトさんが惚れ薬入りの紅茶も。やっぱりリズさんの入れてくれた紅茶はいつ飲んでも美味しいや。あれ、さあユウトさん、そのまま私を見て、私を好きになってください。でリズ、あんたいつまでそこに突っ立ってんのよ。向こうでお客さんが呼んでるわよ。早く行きなさい。それがその、そういうわけには。クエスもクエスよ、いつの間にか人のテーブルまで来て。ん？何よその変な人形、ちょっと見せなさいよ。あ、それはやっとユウちゃんの髪の毛を入れたところなのに返しなさい。あ、やめろよ二人とも。ユウトさん、見て見て、
若殿？どうかなさいましたの？なんか急に体がほてってきて。綺麗だ。お前そんなに可愛かったっけ？やったー！私の惚れ薬が効いたんですね。辛抱たまらん。好きじゃー！リーコー！あ、いいだろ？いいだろ？なーリンコ！あ、そんな急にダメよ、ユウト。どうしたのじゃ、若殿。突然リンコに発情するとは。信じられませんわ。皆さんが割り込んでくるから、惚れ薬の効いたユウトさんがリンコさんを見てしまいました。あ、惚れ薬？あなた、それはどういうことですの？いや、それは、その…ここがええの？あ、ちょっと、ユウトダメよ、みんなが見てるじゃない。私の部屋に行きましょう。ゆうちゃんが全身ヌトヌトギトギトのあやかしになってしまいましたわ。もえもえニュート気持ち悪い。何をしている？あのもえもえニュード、リンコなんかにかまってないで、早くユートに憑依したまま私を手ごめにしろ。あのもえもえニュード。さてはさっき感じた微弱な容器はこやつのものか。あまりに低級な容器ゆえ感知しきれなかった。ユウちゃんのあやかしを憑依させ自分を襲わせようとは、レズといい、あなたといい、なんて卑怯なことを。なんとでも言えばいい。だが所詮この世は抱かれたもん勝ちなの。ちょっと助けて。とにかくリンコから離れんか、このインチキ若殿。なんということじゃ。こやつ興奮が高まるに比例してあれほど弱かった妖力がはるかに増しておる。それが萌え萌え入道の恐ろしさなら、一度妖力を最高潮にまで上げたが、最後それを発散させるまで途中でやめるようなゴムたいなことはできないなら。って何をのんきな。たとえあやかしに憑依されていようと、ユウちゃんに他の女を抱かせるわけにはいきませんわ。こうなったらこの呪いの藁人形で。ほーら、こっちを見なさい。若殿の首が動き始めた。それそれ、その調子ですわ。おい、その手に持っている藁人形は何だ？なの、人のことを卑怯とか言っておいて自分のことを棚にあげるな、なの。今そんなことを言っている場合じゃないですわ。それ、もう一息。首がユウトさんの首が180度回転しました。キモい。さすがにそれはキモいぞ、若殿。リズの惚れ薬の効果で今度はクエスがターゲットになったみたいな。私、自分の方を向かせたのですから当然そうなりますよね。なんの、ヒューちゃんをものにするためならこのクエス、触手の100本や200本喜んで受け入れてみせますわ。おう、よく言った、ナノ。さあ、いらっしゃい。口ほどにもないなよ。その点、もともとあやかしの私にはあの手のグロに対して免疫があるなの。さあ、作戦通り
今度こそ私を白金エロゲー並みに凌辱しまくるなの。エロゲー、そうはさせません。ちょっと怖いけど、ユートさん、私を見て。ダメ、ユーちゃん、顔を背けて。関東平野、なんでこっち向かせんのよ。てか、関東平野ってどういう意味じゃ。早く私を襲え、なの。私を見て。ヒューちゃん、私のものよ。いいから早くユートを元に戻しなさい。何を言ってるの、ユーちゃん。じゃ私のものだ。お主ら、いい加減にせあれ、ここは、俺は今まで何を。どうやら萌え萌え入道は逃げ帰ったようじゃな。ち、根性のないやつなの。ってことは、よかった、元に戻ったのね、ユウト。何やってんだよ、リンコ。恥ずかしいだろ。あ、ユウト、私を見ても何も感じない。いつものリンコだけど。どうやらひまりさんの一撃で惚れ薬の効果も飛んでしまったみたいです。私を見ても何でもないんだ。よかったって、これってよかったの。あは、私の藁人形がボロボロの黒焦げなの。ふん、所詮こんなことで若殿をたぶらかそうとした主らが浅はかなのじゃ。私と若殿を奪い合いたいなら、真正面から女の武器で挑んでこい。女の武器で。上等ですわ。見てらっしゃい、次こそは私の魅力でユウちゃんを骨抜きにして差し上げます。どこからでもかかってくるがよい。もっとも私はぬしろに負ける気などさらさらないがな。の、わかったな。え、あ、それはそのわかとのが好きなことは私が一番わかる。かくして平和な日常に巻き起こったなんかわけのわからない騒動は幕を閉じたのでありました。ところが